はい、こんにちは、シラスカです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第501回をやっていきたいと思います。今回は価値観の確認1ということでやっていきたいと思います。まあ、最も大事な価値観というのが、実際私たちもしくは私たちの会社に、どういう影響を与えているのかということですよね。で、価値観っていうのはその人が持っている知識の中でも最も大事なものと、信念とかね、理念って言ってもいいと思うんですよね。人は膨大な知識というのを持っていますと、ね、もうこれも大事、これも大事、これも大事、これも大事と、みんな、ね、自分にとって、ね、たくさんのことを、知っているということですよね。で、その中でも1位のものっていうのを、価値観とか信念というふうに言ってるわけですよね。で、それは1人ずつ違うということになります。例えば、ね、健康とか、自分にとっては健康第一ですとかね、知性とかが大事ですと、仕事ですと、いざ迷った時は仕事を優先しますと、ね、お金ですと、ね、家族ですと、人間関係、ね、友達とか人脈とか社会的な人間関係ですねとか、精神性とか、愛とか、こういった友情とかですね、貢献とか、誠実とか、正直とか、謙虚とかですね、感謝とか、こういうふうにもうたくさんあるんですよね。たくさんあるんですよ。で、今書いたものっていうのはもう全部大事なんです。全部大事なんですよ。全部大事なんですけど、これはそれはここに入ってるんですよね。知識に入ってるわけです。で、この中で1位はどれですかというのが、一言で言うと価値観とか信念とか理念というものですよね。で、全部大事なんですよ。しかし、24時間365日で、ね、その瞬間何かを選ぶ必要がありますよね。夜7時に、ね、自宅でご飯を食べるのか、ね、会社で残業するのか、それとも自分一人の好きな、ね、趣味の時間を使うのかっていうのは選びますよね。そうすると人っていうのは心の中で必ずこれらの価値観の優先順位というのを持っていて、ね、本人は意識しているかどうかは別としたとしても無意識の中には明らかにこれは1位から、ね、何十位とか何百位とか何千位まで順位がついていて、いざ迷った時はその人の価値観1位のものが選択されているわけです。だから思考は現実化するんですよね。その価値観1位のものに関しては確実に、ね、実現する。だからほとんどの人っていうのは不安を感じたくない、安心とか安定とか、ね、人は不安を感じたくない、ね、だから安心とか安定、この辺が1位になっている場合が多いんですよね。だからじゃあなんでそういう人生なんですかって言ったら、実は安心安定が自分にとって価値観1位だからです。ただそれが本人が無意識だった場合に、じゃあなんでこういったのが実現しないんだろうって言った時に、ね、1位のものを選んでるからですよね。だからちゃんとその人はその人の人生としてちゃんと願望が実現して夢が叶っているということになるわけです。ね、そういう一番の、その自分がたくさん持っている知識の中で一番大事なものっていうのを、価値観1位もしくは信念もしくは理念というふうに言ってるわけですよね。で、そうした時に原則として人は自己評価を維持したいですね。自分っていう存在は、ね、真ん中か上というふうに思いたいわけです。自分で自分のことを高く評価してるんですね。そして自分で自分のことを高く評価しながらなおかつさらに高めたいと、ね、維持っていうのはどっちかって言ったら女性が強いですよね。女性っていうのはこうね、横並びのこう、ね、平等なこの輪っていうのをすごく大事にしますよね。こう人の輪でなんか自分の大事な子供とか孫を守っていこうっていうのが本能的にありますよね。で、逆に男性の場合は、ね、どっちかって言ったら自由っていうのが優先順位が高い場合があるので多いので、その場合は自己評価を高めたいと、もう自分は一生一回だから行けるところまで行きたいと、そういう、ね、願望っていうのが
あるということです。もちろん女性といってもいろんな女性がいるし、男性といってもいろんな男性がいるので一概には言えないですけど、傾向的にはそういう傾向があるということですよね。まあ、いずれにしてもですよ、どっちにしても自己評価を下げたいとは思わないわけですよ。自己評価を下げたいとか自分の評価を自分で下げたいとは思ってないんですよね。だから自分と心理的に心理的距離が近い他者ね、その見知らぬ遠い人じゃなくてすぐ近くにいる人ですよね。もしくは心理的によくね、その人こと相手のことを意識している人です。で、自分が興味関心を高い分野でね、これらの、ね、中で、例えば自分にとって仕事っていうんだったら相手、仕事ですよね。自分にとってお金っていうんだったらお金と、ね、自分にとって、ね、家族っていうんだったら家族ということですよね。が自分より優れてると感じたくないということですね。まあ、例えば仕事って言った時に、ね、自分の同期、同僚、同期、ね、入社年月日が同じと、ね、その自分と心理的近い距離が近い他者が、ね、自分が興味関心が高い分野、昇給、昇進、出世っていう分野で自分より優れてると感じたくないと、ね、なんでかって言ったら、もし自分よりも相手の方が優れてるということであれば相対的に自分の評価が下がるからですよね。自己評価が下がるからです。で、この自分が他者よりも劣ってるというのを感じたくないんですよね。なんでかというと自己評価を維持、もしくは評価を高めたいというふうに無意識が思っているからです。で、そうした時にもし他者の方が自分より優れてると感じそうになったら、自己評価が下がることに脅威を感じるとね。このなんか例えばね、入社年月日が同じ同僚で、同期で同僚で、この人が昇給しそうだ、昇進しそうだってなると、自分は何にも変わってないんだけど、そのことにすごく脅威を感じるということなんですよね。すごくこう恐れというのを感じるということになります。で、その場合はその他者を遠ざける。要するにね、今まで友達とか親友とかね、仲間だったんだけど、もうあいつなんかみたいなね、あいつはちょっと変わってしまったみたいな感じで、その人とのね、心理的な距離を遠ざける。か、もしくはそのことに対して興味関心を低下させる。いやー、大事なのは仕事じゃないよ、やっぱ家庭だよねみたいな。今まで自分は仕事で昇給昇進っていうのをすごく狙ってたわけですけど、自分がもう他者に負けそうになった場合は、いや、自分が欲しかったのはこれじゃないんだ、こっちなんだとね、いや、こっちなんだとね、精神性なんだ、人間性向上なんだってみたいな感じで、今まで優先順位が高かったものをこう下げて、興味関心を低下させるか、どっちかをね、人間の心無意識というのは取りやすいということです。で、これが原則ですね。原則です。何もしなければこういうふうに自分の心というのは働くということですよね。自己評価を維持したい、もしくは高めたい、自分より他者が優れているという結果を出しそうになったら、そのことに脅威を感じると。で、本当に相手が出しちゃったら、その相手との距離を取るか、もしくはもうね、その分野は自分にとって大事じゃないということで興味関心をなくしてしまうかということをする。それが原則です。では、ね、絶対ですかって言ったら実は絶対じゃないんですよね。原則には必ず例外というのがあります、ね、しかし原則に対しての例外があるということです。つまり他者による自己評価への脅威を許容できる、ね、相手が自分より優れていることを、ね、恐れる気持ちがあるんだけど、それを受け入れることができる場合があるということですよね。要するに相手が成功したおめでとうとかね、相手の成功を喜んであげたり、おめでとうって言ってあげられる自分っていうのもまた存在しますよ。じゃあどうやったらそういう状態になれるのかと言ったら、それは自分は本当はどういう人間でありたいのかという自分にとって重要な価値観を再確認できた時、まあ、理想の自分ですよね。ね、例えば自分は愛にあふれてる自分なんだとか、自分は友情というのをすごく大事にしてる人間なんだとか、自分は他者に貢献、もしくは社会貢献するのが最も大事な人間なんだとかね、まあ、そういうね、何らか自分の本当に大事にしたい、どういうふうに生きたいのか、どういう人間になりたいのかというのをちゃんとこう確認できた場合、例えば紙で見たとかね、もしくは誰かに質問されたとか聞かれたとかねって言った時で、それが確認できた。いや、自分はね、とにかく生きてる間にね、一人でも多くの人に貢献したいんだとね、っていうような、そういう自分が大事にしてる価値観っていうのを確認できると、自分より他者が優れていたとしてもそのことに脅威を感じないんですね。むしろ応援したり、ね、一緒の自分、まるで自分のことのように喜んであげるということができるということです。で、それはもうまさに器が大きいということですよね。器が大きい人っていうのは常に自分の一番大事な考え方、価値観というのがよく分かっていて、自分は理想の自分に向かってるわけですよね。で、理想の自分に向かってるから、その自分にふさわしい態度っていうのを相手に取ろう、他者に取ろうということができるということですよね。
だからその、個人にとっては価値観とか信念というのが一番大事であり、企業にとっては理念というのが一番大事なんですよね。そもそもこの会社、この企業って一体何のために存在してたんでしたっけということですよね。でこのことをね、大事に、有名にした企業というのはいくつもあるわけですけど、ね、例えば日本だったらソフトバンクとかね、ソフトバンクの理念って言ったら情報革命で人々を幸せにと、まあ、そういう理念ですよね。情報革命で人々を幸せにと。ソフトバンクって何のために事業をやってるんですか。いや、それは情報革命で人々を幸せにするためですと、ね、それをもうずっと、ね、40年ぐらいやり続けて今の、ね、2兆円という企業になったわけですよね。売上2兆円を超える企業になったということです。いろんなことをやるんだけど、でも一体何のためにって聞かれたら、それは人々を情報革命で幸せにしたいからということですよね。まあ、海外の企業でこの考え方、価値観とか理念っていうのをすごく大事にしたっていうのを、したっていうか過去形じゃなくて現在進行形で大事にしているのは、例えばリッツカールトンですよね。リッツカールトンホテルっていうのは We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen We are ladies andWe are ladies and gentlemen、ね、リッツカールトンホテルで働いている私たちは Ladies and gentlemen ですと、ね、私たちは紳士淑女ですと、ね、じゃあどんな紳士淑女なんですかって言ったら Serving ladies and gentlemen、ね、Ladies and gentlemen に奉仕する Ladies and gentlemen ですよというふうに言ってるわけです。でこれはもう毎日確認してるんですよね。全従業員が毎日確認してるわけですよ。もう毎日の仕事の時に必ずこの We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen っていうのを確認してから毎日の業務をやってるわけです。常に確認してるんですよね。いつも確認してるわけです。なんでたったこれだけの文章を毎日確認してるのかって言ったらこれですよね。人はね、その価値観を確認した時だけ自分が本当はどういう人間でありたいのかっていう、そういう言葉遣い、行動、振る舞いというのができるわけです、ね、人間というのは忘れる生き物なんですよ ね。だからたったこれだけの文章なんですから、でなので一回聞けば分かるんですよ。一回読めば分かるんですよね。しかし忘れるんですね。だからつい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 やっぱり人間の本能ですよね。例えば痛みを避けて快楽を得ようとするとか、ね、欲求欲望で、ね、他者への貢献を忘れるとか、まあ、そういったことっていうのはすぐね、もう人間っていうのは本能に支配されちゃうわけですけど、価値観の確認をすると自分は本当はどういう人間でありたいのかっていう、その価値観に基づく言葉行動というのが取れるわけです、ね、でそうした時に日本の常識ではないんですよね。この We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen っていうのは、ね、日本人の価値観ではないんですよね。やっぱりリッツカールトングループが持ってきた考え方、価値観ですよね。なんでかって言ったら日本は、ね、お客様なんですよ。これ様なんですよね。神なんですよ。だからそのね、商売人、商人は下で、でお客さんが上なんですね。だからこういう見上げる形になってるんですよね、日本っていうのは ね。だから商売をやってるアキンドっていうのは下と、お客様が上と、ね、だから上下の関係になってるわけです、日本の常識だとね。だけど We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen っていうのはそうじゃないですよ。対等なんですよね。でお客様は紳士淑女ですと。しかし私たちも紳士淑女です。 We are ladies and gentlemen、 私たちは紳士淑女ですと。ね、どんな紳士淑女ですか。紳士淑女にお仕えしている紳士淑女です。だからリッツカールトンで働いている人たちっていうのはプライドがあるわけですよね。こう自分を下げて、ね、下げてまでなんかね、こうサービスをするっていうことはないわけです、ね、だから自分たちは紳士淑女であるという価値観を毎日確認しているから、やっぱりこうそれ相応の服装で、それ相応の態度で、それ相応の雰囲気でしっかりとした接し方をするということですよね。こう、お願いしますよっていうような感じは絶対取らないと
いうことですよね。それはこう価値観を毎日確認してるからこそ、常にね、自分たちは従業員、サラリーマン、パートかもしれないけれども、でも紳士淑女としての振る舞いというので相手をね、おもてなしするということですよね。だからこの価値観を毎日確認するっていうのはものすごい大事なんですよね。個人にとっても、ね、会社企業にとっても、ね、毎日価値観を確認するっていうのは大事だと。それをやり続けると本当にそれらしい言葉遣い行動っていうのを取れるようになっていくということですね。はい、ということで今回は1ということで例を1個見ていきたいと思うんですけど、ね、人は友人が自分以上の結果を出すことを無意識に恐れ、今自分が本当にうまくいっていることを教えたがらない、ね、これは悪意はないんですよ。無意識がね、恐れてるんです。で、さっきのあの仕事で、ね、同期入社です。同僚です。仲がいいですと、ね。だけどライバルになってるんですよね。ライバルになってるので、もしなんか自分がうまくいった方法があった時に、ね、悪気はないんだけど、ね、それをね、相手に教えるっていうのをためらうんですよね。ね、自分はこれでうまくいってる、ね、そのやり方っていうのを自分だけで秘密にしておいて、ね、自分だけうまくいこうと、ね、悪意はないんですよ。悪意はないんだけど自己評価が下がることを、相手がこの方法を知ってしまうことによって、ね、相手が自分以上になるっていうのを、ね、恐れるっていう気持ちを人間は誰しも持ってますということですよね。しかし自己確認を、自己価値を確認できた場合は、友人が自分以上の成績を取ることを実は助けるということを人間はするんですね。で、自分はとにかく例えばね、もうこんだけたくさんある考え方価値観の中で安心でも安定でもないと、ね、いろんな考え方価値観の中で、例えば自分はね、貢献と、もうこれ、このね、たくさんの考え方価値観の中で唯一一番をつけるならもう絶対これだと、ね、自分は生きている限り一人でも多くの人に役に立ちたい、そして社会に貢献したい、もう自分はこれだと、でもう貢献というのが自分にとっての一番だと、ね、いうのであれば、もしそれを確認した、例えば毎日それを書いてある紙を確認しているとか、誰かから聞かれたとか質問されたとかね、何らかそのね、常に自分の大事にしている考え方価値観というのを常にこうね、見たり聞いたりすることでこう確認しているということであれば、ね、この自分が確認した価値観に沿う言葉遣い行動というのを取るということが人間はできるんですね。本能に逆らえるんですよ。本能はこっちですよね。本能はこっちなんです、ね、人が自分より優れてるってなると相対的に自分は下がってしまうので、それに居心地の悪さを感じて、この人のことを、ね、称賛したり喜んだりするのではなく、なんかね、妬んだり嫉妬したりね、もしくはいや、もうあの人は自分の友達じゃないって遠ざけたり、いや、その分野自分全然興味ないよ、やっぱ大事なのはね、精神性だよねとかっていうふうになったりするんですけど、ね、それを防ぐってことができるんですね。たとえ自分がすごく仲が良くてすごく大事な相手だったとして、心理的な距離が近い相手だったとしても、自分は貢献するために生まれて生きているんだっていうのを毎日もし確認しているということであれば、ね、他者が自分より上に行ってこの人が成功するっていうことを喜べるし、助けるっていうことができるということですよね。だから人は例外的に無意識による自己評価維持を抑え、ね、自己評価を維持したいんだけどその衝動を抑え、そして自分への脅威を超えて他者へ貢献することができるということです。だからこう価値観をね、確認すると、自分は一体どんな人間でありたいのかっていうのを常に確認するっていうのはものすごく大事ですよということですよね。もちろん個人の一人一人の人生はもちろんですけど、会社経営、企業経営ですよね。もっと大きなね、地方公共団体とか国の経営にとってももちろん同じだと思うんですけど、それぐらいやっぱり価値観の一位と、いざという時に自分は何のために生きているのか、会社であればこの事業は一体何のためにやってるのか、何のために、ね、この経営をやってるのかというのを常に確認するということが大事だということですね。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。